子遅くない？プリント持ってくって言ってたよね。美術室だっけ？うん。あ、どうした？イオリ元気ないな。え？そんなことないよ。今日はツツジまで出るんでしょ？美和子がレコード屋行きたいって。アイドルの新譜だっけ。来た来た。お待たせ。そういえば今夏乃ちゃんと会ったんだけど。ちょっとバス来た。話はあとあと。待って、乗ります。すっかり暗くなってる。付き合わせちゃってごめんね。残念だったね、美和ちゃん。レコード売り切れで。3軒も回ったのに。ちょっと遅くなっちゃったね。お父さん心配性だからな。家に電話してみようかな。そこに電話ボックスあるよ。電話するの？うん。やっぱり心配してた。すぐ帰ってこいって。そりゃそうだ、電車の方が早いよ。あ、どうしたの？ほら、あの人。そうね、あの時の不良じゃないかな。でしょ。あのリーゼントオタマが何なの？先週かな、正門であの人に絡まれたのよ。絡まれたって、大丈夫だったの？その時はネンジ君に助けてもらったの。え、あいつが？よっか。そうね。そういや最近学校の近くで他校の不良を見るよね。遠回りしよう、いおりちゃん。こら、君はどこの学校の生徒だ？夜遊びはいかんと学校で言われたろう。あのおっさん誰？この辺を見回っとる少年課の鬼西平蔵だ。悪ガキどもは鬼兵と呼んどるがね。補導された。その制服は桜高校の生徒だな。もう夜8時だ。何をしとるのかね。あのそのレコードを探してて遅くなっちゃって。そうなんです。女学生が夜の街をフラフラするのは理由はどうあれ感心できんな。ごめんなさい。次は学校に連絡するぞ。さあすぐに帰りなさい。私たちもこれで飛行少女ってやつ？なんで嬉しそうなの？急いで帰ろう、イオリちゃん。うん。あ、あ、
緒だった人たちだよね。どうしよう、イオリちゃん。こうなったら駅の方へ突きろ。おいおい、この出会いやっぱ運命だぜ。今からよ、まあ、ちょっと付き合えよ。いいとこに連れてってやっからよ。和島、いけ鬼兵。お前また悪さしとるんじゃなかろうな。まだ何もしてねえよ。一緒に行きたくなきゃおとなしく帰れ。チクショウ。ありがとうございます。早く家に帰りなさい。どうなることかと思ったよ。行こう行こう。駅前で待ち伏せて、こんなところに無理やり連れてきて、警察に通報しますよ。やかましい。和島さんから話があるんよ。黙って聞けや。おい、やめねえか。俺は生涯ナンパなんぞ縁のねえ男、そう思ってたか。一目でおめえにゃぐらつかされたぜ、ハニー。いけますよ、和島さん。いや、こんなのは柄じゃないんだが。仕方がない、その子たちを置いて今すぐ消えろ。んだ、どこの野郎、カッコつけか。ああ、聞こえなかったのか。警告はしたぞ。あなたは。ざけんじゃねえぞ。くそ、ボクシングかじってやがるな。少々生ってるかな。いいのをいくつかもらっちまった。ありがとう。でも、なんで。たまたまだよ。嘘よ。騒ぎに気づいたな。あ、二人とも大丈夫？うさみちゃん、おまわりさん呼んできた。こりゃ、どういうことだ、和島。おまわりさん呼んできてくれて、うさみちゃんありがとう。急いで改札に逃げ込めばよかったのに、ほんとドジなんだから。ごめんね。で、こいつらはどうしてこうなった？かっこいい男の人が助けてくれたんだよ。それって繁華街へ走っていたやつ？うん、その人だよ。どこの学生さんなんだろう。何はともあれ無事でよかった。あとはおまわりさんに任せて。帰ろ帰ろ。どうしよう。彼はまたどこかに行ってしまうのかな。もう二度と会えないかも。今追いかけなきゃ。私きっと後悔する。振られたっていい。ちゃんと彼に思いを伝えるのよ。二人ともごめん。やつだな。
この近くだ。どこに行ったの？どこ？あ、人違いでした。すみません。ああ、あの人も誰か探してるのかな。見失っちゃった。つけてきたのか。私、あなたに。バカだな。俺といるとお前も黒服に狙われるぞ。黒服？俺は追われる身だ。分かったら帰れ。いいな。あ、そっちには黒い服の。捕まえたぞ。くそ、離せ。こんな場所で銃は出さないよ。こうなったら。無茶をする。危ない。逃がさんぞ、関ヶ原。私はいいから逃げて。こいつがお前の協力者か。違う。何やってんだあんた。お前はちょうどいい。手伝え。女子供も関係なしかよ。そういうの気に入らねえんだよ。指定位置付近に到着。こっちだ。乗れ。あいつも組織の人間のようだが、知ってる顔か。いえ、暗くて。そうか。おい、しっかり捕まれ。落ちるぞ。は、はい。家はどこだ。送っていく。今しかない。私、あなたのことが、あなたが好き。なんだ突然。この時代の冗談か何かか。冗談なんかじゃありません。あなたには東雲先輩という人がいて、こんなこと迷惑だと思うけど、でも失恋でもいいから、この気持ちだけは伝えておきたくて。何か勘違いしてるようだが、涼子さんは恋人じゃない。え？親が留守がちで一人だった俺を姉のように面倒を見てくれた。俺にとって彼女は家族だ。感謝してるし、幸せでいてほしい。それだけだ。そうなの？中学ではすさんでたからな。告白されたのなんて小学校以来だ。先輩、彼女じゃないんだ。君と俺はいろいろ因縁がある。俺が君を殺しに未来から来た殺人犯だったらどうする？それでも好きです。名前も知らない男なのに。それでも君が俺を？思いもよらないな。俺は関ヶ原へ。関ヶ原。
エイ、まだ断られてはないんですよね。はあ、もう家に帰れ。今後は勝手に俺を探すなよ。こちらから連絡する。僕？よし。よう、ジュロ、帰ろうぜ。おっと、そういや、まだ途中だった。行こう行こう。今日は網口くんの家に行こうと言わないんだね。あのゲームクリアしたからな。ま、今日はお前に付き合うぜ。どこ行く？例のビデオ残ってるかな。ああ、レンタル屋行ってみるか。行こうぜ。カバン忘れんな。貸し出しされてなきゃいいな。ついてねえな。ビデオ屋が休みなんて。あの様子だと当分開かないだろうね。ガラス割れまくってたし。ガス爆発事故に巻き込まれたんだな。テレビでやってたあれ、あの店だったんだ。古くなったガス管からガス漏れで爆発。ビルが一部崩れ、広範囲で窓ガラスの被害。7時台のニュースでやってたな。どうする、ふてくされて帰るか。そうだね。三浦君じゃないか。こんなところで何してるの。学校から君をつけてきた。一体どうしたの。説明してくれないか。君がそうやってとぼける理由だ。君は騎兵の搭乗員だ。どうやって騎兵を起動させた。騎兵？何？忘れたというのか。つい先日ここで起きたことだ。ここで起こったガス爆発のこと。その事故なら知ってるけど。ガス爆発じゃない。君があの向こう側に騎兵を転送した。転送？映画の話か。そういうのあったよな。ああ、そういえば芝くんに借りたビデオにあったね。十郎くん、君は誰と話してるんだ。紹介するよ。同じクラスの芝九太くん。どこにいる。え、柴くんならそばにいるじゃない。いや、ここには君と私だけだ。やだな三浦くん。あれ、確か前にもこんなことが。こないだ貸したやつどうだった。見たよ、借りた映画。でも今日はテープ持ってきてない。返すのはいつでもいいよ。それより映画の感想は。
追い詰めた犯人が体に乗り移って結局主人公が犯人になるなんて好き嫌いの分かれる結末だと思うよ。そうか、俺はいいと思ったんだけどな。ちょっとブツブツ独り言言うのおかしいよ。あんた大丈夫なの？千葉くんと話してたんだ。千葉？何なのそれ。クラスメートの千葉九太だよ。クラスにそんなやついないよ。え？クラベくん。分かってる。プリントだろ。それより沢渡さん、如月さん、おかしいんだ。シバ君がいないだなんて。シバ誰？そこにいるだろう。クラベ君、シバなんて人ここにいないよ。大丈夫？シバ君も何か言ってよ。みんな意地悪だな。幽霊と話してるっていうオチ、冗談なら面白くないよ。俺が幽霊ね。女子のジョークはセンスがないよな。行こうぜ。芝くん、どうした？もう行くぜ。僕たちってさ、ずっと一緒だったよね。そりゃ小学校からの腐れ縁だからな。なんだよお前まで。どうも引っかかるんだ。女子の冗談真に受けんなよ。考えてみれば変だ。おかしいぞ。小学校で芝君と一緒だったのも、中学のことも思い出せない。シバ君、僕と一緒だったって言うけど、君との思い出を具体的に何も思い出せないんだ。なぜだと思う？さすがに矛盾が多くて気づくよな。何の話？ここのところ無理な記憶操作をやりすぎた。難しいことを考えるな。ソラ、ちゃんとビデオを持ってけ。次の記憶のやつだ。帰ってじっくり見るんだ。待ってくれ。落ち着いて。思い出したんだ。彼は、シバ君は、僕にしか見えてないのか。お前にしか見せてないからな。うまくやらないとこういうボロが出るんだよな。君は何なの？合成人格489、つまりシバキュータだ。我ながら適当だよな。お前の性格に合わせて作ってみた。こういう人格の方が話しやすいだろ。シバキュータ。逃げたってもう遅い。お前の頭の中には映された記憶がみっちりだ。安心しろ、俺に任せとけば問題ない。記憶？そうさ、俺の記憶がな。落ち着くんだ、誰もいない。はっきり見えてる。何も知らずにいた方が楽なのに。バカだな。シバ君の記憶を僕に移すって。シバじゃない、俺が泉十郎さ。どうせこのことも忘れちまうんだ。騒げば変人だと思われるぞ。さあ友よ、新しいビデオだ。おかしな現実はいっそ忘れろ。これを見ろよ、面白いぜ。お前の頭をきれいにする。
やめ。16。よう、十郎、帰ろうぜ。なんだよ、おっかない顔して。またおかしな夢でも見たか。やめろよ。君は僕にしか見えてないんだろう。君は何なんだ。489、合成人格だと言ったろ。それじゃ分からないよ。まあビデオでも見て落ち着けよ。誰が見るもんか。なぜ僕に泉十郎の記憶を元に戻そうとしているのか。何も考えるな。今のお前が異常な状態なんだ。またね。うん、やっぱり騒がれると少々面倒だ。帰ろうかな。うまく記憶を消せるかどうかもう一度試してみるか。誰か探してるの？おう、クラベ。キサラギトミどこ行ったか知らねえか。ま、知らんわな。ダメだ。逃げたって何も変わらない。考えろ。誰ならわかる。冬坂さんは休みだし、薬師寺は。泉十郎を知ってるのは東雲先輩だ。やはり彼女に相談するしかない。保健室にいるといいけど。篠宮先輩、起きてください。泉くん。いえ、覚えてませんか。クラベ十郎です。クラベ、助けてください。芝くんに僕の記憶が書き換えられてる。泉十郎の記憶に。泉くんの記憶？それは変ね。森村の話では泉くんの記憶は保存できなかったと。森村先生、違うよ。記憶を変えてるのは芝くんだ。芝くん？芝九太、人格489と言ってた。彼は僕にしか見えないんだ。ごめんなさい。それはわからない。僕は消えてしまうの。泉くんの記憶があなたに移植されているなら思い出せる？彼の今までのこと。夢とか映画で見たと思う。どんな記憶なの？
僕と冬坂さんが過去に戻って滅亡の未来を回避するためにその原因となる施設を爆破して警察に追われて撃ち合いに。冬坂伊織と？そんな話聞いてないわ。暗い廃墟で僕が学生たちを殺して回ってた。皆殺しにするために。殺した人の中に冬坂さんや薬師寺がいて。泉くんが？まさか彼がそんなことをするはずがない。そうだ、芝くんは記憶をビデオで渡すんだ。ビデオ？未来の出来事だと冬坂さんも言っていた。どんな記憶なの？確か UFO の中で。無事戻ってこれた。どうだった重郎？転移先はまさに侵略の最中だった。命からがら戻ってきたんだ。あの様子だと壊滅だろう。年代は1985年だ。映画館のチラシ？記録では平成に閉鎖されて亡くなったツツジの映画館さ。セクター4は1985年、セクター3が2025年だから、また40年遡ってる。このタイムマシンで行ける時代はどこも侵略者に襲われてる。なぜ過去にも現れるんだろう。わからないよ。司君はどう思う？彼らが過去に侵略したなら僕たちの知る歴史も街も矛盾してる。確かに僕たちが侵略されたのは去年2104年だ。だけど過去に怪獣が来た記録なんてない。タイムパラドックスか。きっと奴らが来たことで平行世界に分かれたんだ。怪獣には時間を戻る技術があるんだ。未来に影響がないとは考えにくい。いや、これを時間移動の装置だと考えるのは早計なのかもしれないよ。揺れてる。激しいな。いつもの地震とは違うみたい。大変だ。どうした？カウントダウンがゼロになってる。まさかこの地震が始まったんだ。これを見て。円盤内の区画がどんどん消失してる。地殻が崩れてる。大規模な災害だ。の標高が海抜より下がってる。海に沈んでるの？この勢いだとここも危ないぞ。カウントダウンはこれだったんだ。これは助からないぞ。こうなったら過去の時代へ退避するんだ。転送装置に乗ってくれ。本気か？二度と戻れないかもしれないぞ。ここに残っても助からない。開始タイマーをセットしたら僕も装置へ行く。いいから行け。分かったよ。それなら転移先の座標はスミレ橋にしてくれ。あそこは崩れずに残ってた。聞いただろ、装置へ。沖野くん、
のセクターも設定できない。わからない。反応がないんだ。どこか行けそうな地帯を探す。装置にいてくれ。急いで。これだ。セクターゼロ。年代は不明だが、今行けるのはここだけだ。司君、早く装置に。ダメだ。タイマーがセットできない。操作する。君たちだけでも行ってくれ。司君。千尋。町のディスプレイに書いてあった。ここは2089年。僕らは16年前に戻ったんだ。そうか、道理で。ほら見て、川向こうの再開発エリアに新世紀タワーがないわけだわ。2100年にできたビルだから、建つのはまだ10年以上先なのね。このまま待っててもダメだ。行こう。司君はもう来ない。ほら、その向こうの敷島ステートビルも。行こう。ずっとここにいる気。沖野君置いていけるわけない。だってそうでしょ。この時代、僕と君はまだ赤ん坊で、君のお母さんだって君がわからない。僕たちの国民 ID も使えない。決済どころか公共機関はどれも無理。見知った街に見えても、この16年前の世界は僕らにとって異世界だ。戻れない以上どうにかしないと。これからどうするの。15年後に起こる災難をみんなに知らせなきゃ。信じると思う。わからない。信じなきゃ僕たちで何とかするしかない。どうなるか知っているのは僕たちだけだ。円盤に戻る方法を探そう。今もこの地面の下にあるはずだ。あそこに戻れば。そうか、沖野君を救いに時間を戻れるかもしれない。かもしれない。だからまず今日生きるのが先決だ。食料の確保と眠る場所を探そう。そうね、行こう。それから二人は何年か裏社会で生きていくんだ。近づかないで。その記憶は以前のあなたのものじゃない。森村と共に16年を巻き戻したあいつだわ。誰なの。何度も時間を遡って繰り返してる人物。時間を。信じられないな。そいつの記憶よ。でも名前は泉十郎だ。未来の僕ってこと。違う、別の泉十郎。消滅した世界の別の存在。近づかないで。危険な存在だと教わったわ。じゃあ僕が夢で見るのは消えた世界の記憶で、芝君が別の世界の泉十郎。その人物は意識だけをドロイドに移して逃げた。意識だけ。おやおや、先輩は調子が良くなさそう。芝君。たく、おしゃべりだな。やめろ。おいおい、東雲涼子は変なんだ。言ってることを真に受けるとお前もおかしくなるぞ。
何か食べよっか。あ、うん、いいね、うん。美和子に任せるよ。どうしたの、うさみちゃん。レコード買いに行くの付き合ってくれたり、最近なんだか私に気を使ってるみたい。そんなことないよ。美和子のことだから、ほら、なんかいい店見つけたのかなって。本当にいいの？お？私が決めて本当にいいの？もちろん。じゃあイオリもそれでいいでしょ？イオリちゃんも？うん。ミワちゃんは何が食べたいの？それは食べてのお楽しみ。あの店、居酒屋だよね。こんな時間に開いてるの？焼き鳥のテイクアウトをしてるのよ。前から食べたいと思ってたのよね。おいしい。あ、本当だ。熱々で香ばしい。祭りでもないのに路上で焼き鳥。確かにみんなチラチラ見てるね。女子高生が無敵といえど、さすがにちょっと恥ずかしい。食べてみてよ、うさみちゃん。お、お、うまっ。このタレ好き。さてさて、それじゃあじっくり聞かせてもらいましょうか。え、そうそう。何のこと？イオリってば白々しいぞ。水臭いよ、イオリちゃん。片思いの彼とその後どうなったか、いい加減教えてもらうわよ。名前ぐらい分かったの？まさか勢いで告白したりしたんじゃ。う、彼の名前は関ヶ原エイ君っていうの。関ヶ原？あいつなの？うさみちゃん知り合い？いや、そのあいつはやめときなよ。なんで？普通じゃないというか、堅気じゃないというか。彼が私とは別の世界に住む人だって分かってる。これが危険な恋だとしても、この気持ち止められない。イオリ、フェイサか。嘘、関ヶ原くん。一緒に来い。え、でも関ヶ原、あんたなんでイオリに近づいたの？キサラギトミカ、説明してる時間がない。来てくれ、頼む、フエサカ。イオリちゃん、止まんないなら行くしかない。うん。まだ夢は見るのか？うん。話してくれた予知夢だよ。ええ。それは予知夢なんかじゃない。森村千尋の記憶だ。森村先生の？彼女の記憶を移植されているんだ。まさか。未来の技術ならそれが可能だ。森村先生は未来の人ってこと？そうだ。夢で見た通りだよ。じゃあ網口くんやクラベくんも？クラベ、玉尾さんを知っているのか？玉尾？
なるほどな。でもどうして私に。おそらく、いや、推測よりも本人に聞いた方が早い。森村先生に。今から向かう先でな。この公園に。あ、待って、まだ来てないようだな。来るまで待とう。なんだ。あの、関ヶ原くんのこと、エイくんって呼んでもいいかな。好きにしろ。やった。どうしたの。大丈夫。俺も冬坂と同じように明日橋で育った。この町の80年後だがな。見たろ、今は廃墟だ。間もなくここにも現れる。冬坂が夢で見た記憶のようにこの町もダイモスに攻撃されるんだ。あの夢が森村先生の記憶なら、先生も A 君もあの怪獣と戦うために来たんでしょ。森村はもう違う。戦えるとすれば俺たちだけだ。俺たち。この世界に手を加えることができる適合者、お前もその一人だ。だがこの世界はもう助からない。え、俺と一緒に来ないか。16年前に戻ってもう一度やり直すんだ。この町もろとも消えずに済む。16年間準備して戦えば次は勝てる。残されたミワちゃんたちはどうなるの。ここにいるお父さんやお母さんは。ダイモスにやられて消滅するだろうな。その両親は本物じゃない。え、森村千尋はセクター1の住人だ。君はここへ連れてこられた。まさか。私の大切な家族よ。ここに留まれば町と運命を共にする。それしかないなら私戦う。夢の中の彼女のようにみんなを守って戦う。どう戦う気だ。重郎は何もかも忘れてるが、あいつならきっと一緒に戦ってくれる。クラベ君、 A 君は戦わないの。俺と涼子さんにはもう時間がない。ここを去る。俺はこういうやつだ。好きになる価値のない男さ。お前もこれで目が覚めたろ。エイ君、その…私、先生来てないか探してくるね。冬坂さん、夢で見たあの姿。なぜ彼女を連れてきたの。あんたの秘密を暴きに来たんだ。彼女には知る権利がある。先生、説明してやれよ。私の見る夢が、先生の記憶というのは本当なんですか。なぜそんなことを。言いたくないなら俺から言おうか。冬坂に記憶と人格を上書きして、冬坂をあんた自身に変えようとしていた。え、成り変わろうとしてたんだ。
分かった、説明する。そのつもりだった。でも今はそんな気はない。なぜだ。もうイージス作戦しかないからよ。教えて先生、私はどうなるの。人格を変える段階までは進んでない。あなたはあなたのままよ。ただ私の記憶を持ってるだけ。それも重郎に邪魔されて。あなたは夢のようにしか思ってないけど。夢の中のクラベ君。426だ。やつも移植していたのか。違うわ、今の彼じゃない。あんな風に変わる前の泉君に戻したかった。記憶のおかげでわかる、彼を思う先生の気持ち。それで比べたまおにも記憶移植を。違うね、本当の目的を教えろ。先生の気持ちは本当だよ。比べたまおと網口衆に記憶移植したのは彼らとの約束だったからよ。適合者でなければならない何かがある。俺はそれを知るためにあんたをここに呼んだんだ。なぜだ。私はもう人間ではないの。リセットが起こった時に、私がいた世界が制圧された時に、本当の私は死んでいる。じゃあ今のあんたは何だ。ユニバーサルコントロールが作り出した幻。先生が幻。まさか。どういうことだ。セクターゼロへ転移すれば次の世界へ脱出できるんじゃないのか。リセットを超える方法なんて本当はないのよ。セクターゼロへの転移は転移じゃない。私をスキャンしてデータを取るだけ。そしてユニバーサルコントロールの一部として次の世界でそのデータが再生される。それがループの正体か。15人の人間だけが計画を完遂できる。計画？種を存続させるための2188年の計画だけど、私はもうこの5つのセクターに囚われる人形で、その使命を果たせない。人間としてこの世界に生まれた自分、つまり冬坂伊織になろうとしていたわけだ。もう一度人間に戻るために。関ヶ原君もセクターゼロへ転移する気だったのね。ああ、イージス作戦も止めるつもりだった。あんたを殺してな。ここで撃つ気なの。そんなのダメだよ。イージス作戦か。ユニバーサルコントロールを隔離してあんたは存在できるのか。セクターゼロにあるデータは隔離されても機能する。つまりあんたは生き残れる。人間じゃないけどな。そしてはっきりした、涼子さんと俺には逃げ道なんてなかったってことが。エイ君、勇気があればそれが一番だったのにな。繰り返します。ただいま番組を中断し緊急速報をお伝えしています。隕石大型の未確認物体は建物を壊しつつ現在も霞町方面に北進中です。明日橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。
の日がやってきた。これを使う時が。A 君の15番機変。連れてきて。じっとしてろ。私まだ心の準備が。あった。こんなところを撃たれたのか。え、何これ。起動マーカー、騎兵を呼ぶスイッチだ。動くな。これでいいだろう。426の話通りなら問題なく動くはずだ。俺の騎兵を登録した。15番騎兵、ダイモスと戦うロボットだ。俺よりお前が持つ方が役に立つ。俺はとんだ役立たずだ。そんなこと。冬坂、俺、いや、何でもない。森村の言うことより自分を信じろ。あ、エイ君。エイ君の言う通り、今の自分を信じる。ミワちゃんやお父さん、お母さんたち、みんなを守る資格が私にあるなら、私は無敵の女子高生は今時ロボットにだって乗っちゃうんだから。Thank you.